韓国に根付いた。韓国気質がある限り何をやっても無駄。パクリ大国の失敗。お隣の国韓国では日本のある制度を真似して始めたものの、どうやらうまくいっていない様子。その制度とは日本のふるさと納税。本来ふるさと納税といえば納税もできて返礼品ももらえてと一石二鳥のはずですが、韓国では返礼品詐欺と言わんばかりの問題が物議を醸しています。パクリ疑惑に詐欺疑惑と、まさに韓国らしい問題と感じる人は多いと思いますが、どのような問題が起きているのでしょうか。今回は問題が山積みとなっている韓国版ふるさと納税の実態について詳しく見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。韓国では2023年1月から国境外寄付制、韓国版ふるさと納税が始まりました。簡単に言えば、日本独自の制度であるふるさと納税をパクったということ。相変わらずといえばそれまでですが、韓国はなぜふるさと納税を真似したのでしょうか。実は現在の韓国では様々な問題が浮上しているのです。中でも少子高齢化に加えて都市部への人口流出が深刻です。政府傘下の機関が2018年に出した地方消滅報告書では、全国の自治体のうち約半数が30年以内に消える可能性があると指摘。そこで自治体は国境外寄付制で都市部の財源が回ると期待しているようです。ところが韓国版ふるさと納税はいろいろと問題が続出しているとのこと。一体どのような問題が起きているのでしょうか。まずは日本のふるさと納税と韓国版ふるさと納税の仕組みを見ていきましょう。日本のふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。手続きをすることで寄付金のうち2000円を超える部分について所得税の還付、住民税の控除を受けることができます。寄付をする人は寄付金の使い道を指定することができる上に、寄付金額 30% 以内の地域の名産品などの返礼品をもらうことができる魅力的な仕組みです。例えば5万円のふるさと納税をした場合、翌年の住民税や所得税から4万8000円減税。さらに1万5000円相当の返礼品などを受け取ることができるため、約6万3000円のメリットが生まれるということです。一方で韓国版ふるさと納税も仕組みは日本のふるさと納税とほとんど変わりません。居住地でない地域に年間500万ウォン、日本円にして約55万円を限度に寄付をすれば、税額控除とともに寄付金の 30% 限度の返礼品を受け取ることができます。各自治体は草刈り代行サービスからキャンプ場割引券など多様な返礼品を準備しています。例えば10万ウォン、日本円にして1万1000円を寄付する場合、全額の税額控除を受けられるとともに、3万ウォン、日本円にして3万3000円分の返礼品を受け取ることができます。つまり日本のふるさと納税の丸パクリですね。とはいうものの、もう少し詳しく見てみると、導入目的が地方財政の拡充である点は日本と同じですが、それ以外の多くの部分で日本とは違う制度になっていました。気づいた人もいるかもしれませんが、まずは寄付の対象です。韓国版ふるさと納税は、自分の住民票が置かれている居住地の基礎自治体、日本でいう市町村や広域自治体、日本でいう都道府県には寄付ができません。また雇用、業務委託、契約などの利害関係がある自治体にも寄付ができないことになっています。つまり故郷愛と言いながら、自分の住んでいる地域には寄付ができないということ。また公務員なども自分が勤める自治体には寄付することができないという、理解に苦しむルールが存在するのです。次に控除の対象となるふるさと納税額です。日韓ともに返礼品の上限は寄付金額の 30% と設定されているのは同じですが、
寄付できる金額や控除額は違います。日本の場合、控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の 40% が上限ですが、韓国の場合は年間500万ウォン、日本円にして約55万円と決まっているのです。そして最も大きな違いといえるのが刑事罰。ふるさと納税で刑事罰と言われても何のことか想像もつきませんよね。韓国では寄付の強要や募金方法の違反に対して刑事告発することを法案に盛り込みました。ただこれは2020年に日本で起きた新潟県の町長が町外に住む職員に対してふるさと納税を強要した事件を踏まえたと言われています。このように日本の問題点を踏まえて始めたはずの国境外寄付制、韓国版ふるさと納税ですが、問題は山積みになっています。特に物議を醸しているのが返礼品について。2023年12月26日、インターネットのコミュニティサイトに国境外寄付制インチョン市ミチホルクには寄付しない方がいいと題する書き込みが投稿されました。投稿したのは国境外寄付制を通じてインチョン市ミチホルクに寄付し、返礼品としてサムギョプサル用の豚バラ肉を受け取った A さん。 A さんはインチョン市ミチホルクに寄付し、付与されたポイントで返礼品を受け取った、ところが添付写真のような肉だったと怒りのコメントとともに1枚の写真を添付しています。 A さんが投稿した写真には豚バラ肉が写っているのですが、なんと半分以上が白い脂身でした。写真を見れば一目瞭然ですが、まるでラードのような油の塊ですね。そして A さんは3分の2ぐらい取り除いて捨てたと説明しています。しかし A さんを怒らせたのはこれだけではありません。梱包を開ける前に見える部分には赤身のある豚バラ肉を乗せ、脂身ばかりを肉の下に隠すように並べていたことです。明らかに確信犯であり詐欺だと言われても仕方がありません。もちろんホームページに掲載された返礼品の写真と比べても全く別物でした。豚バラ肉を販売している業者側はミチホルクを通じ、年末で取り分け忙しいため選別や分類の作業にミスがあったようだ、午前中に従業員の教育も済ませたとコメント。この投稿に韓国市民からは、いい趣旨の制度なのにこんな風に変質したら誰も寄付しなくなる、食べ物でふざけたことをしちゃダメでしょ、特産品よりも地域通貨や商品券をもらった方がマシなどの呆れ気味のコメントが寄せられています。韓国版ふるさと納税で問題となっているのはこれだけではありません。返礼品の数も問題の一つとなっており、日本では専門サイトを通じて選べる返礼品だけでも50万品目を超えているのですが、韓国の返礼品は未だに1万品目も満たしていません。さらにサイトの使い勝手の悪さも問題となっています。韓国のふるさと納税は国境外 eUM というふるさと納税専用サイトから行います。ちなみに国境外 eUM は行政安全部が主管し、地方自治体の電子政府化を支援する公共機関である韓国地域情報開発院が開発運用しているサイトです。しかしこのサイトはかなり不安定な状況のようで、パソコンでもスマホでもアクセスするとすぐ落ちてしまい、韓国市民からは使いにくいとの批判が上がっているのです。それに加え寄付できる金額が小さいことも問題視されています。先ほども紹介しましたが、現在は寄付可能な金額が年間500万ウォンに限られているため、寄付する側も自治体側もあまり魅力を感じられないのが現状です。つまり高額の税収を期待できない上に、少ない寄付のための手続きだけが増え、小さな自治体にとっては負担になるだけということです。実際に市民にとっては返礼品を探すだけでも大きな負担となっています。日本のふるさと納税は制度が始まった2008年度には81億円ほどだった納税受け入れ額が、2015年度に個人寄付の上限額を引き上げられてから急増、2022年度には9000億円以上という膨大な規模へと成長しています。また長崎県の平戸市や新潟県の阿賀町のように
これまで世間から注目されてこなかった自治体が地場産業との連携を通じて注目を集めるようになりました。その結果、税収の半分以上をふるさと納税から得るようになるなど、日本のふるさと納税は成功していると言えそうです。ただ日本にも課題が全くないとは言えません。しかし韓国と日本の違いは、韓国のように適当にあしらわず問題に向き合って解決していくことで今後も成長を続けると予想されます。韓国版ふるさと納税が成功するためには、まだまだ多くの課題をクリアする必要がありそうですね。故郷は駅不正と言いながら詐欺まがいの返礼品でまたしても信用を失ってしまった韓国ですが、うまくいかない原因は韓国気質も一つの問題点として浮上しています。韓国といえば詐欺大国として有名で、驚くことにこの件は韓国国民も認めています。日本の経済誌ビジネスジャーナルが、韓国国民の虚言が社会問題化と題した記事を掲載したことがありました。この記事は、韓国人は息を吐くように嘘をつくという衝撃的な言葉で始まっています。そして韓国自身が評価を高めるための努力をせず、日本を叩けば自らを貶めることに気づいていないとかなり辛辣に分析。しかし驚くのは、この記事を読んだ韓国からのコメントでした。いつもの韓国であれば妄言だと激怒してきそうな記事の内容にもかかわらず、インターネットでは悔しいがその通りだという声が多数寄せられたのです。さて皆さんは、世界各国での犯罪件数トップはどのような罪だと思いますか？暴行、窃盗、傷害、横領？その答えは窃盗罪です。しかし韓国だけ唯一詐欺罪が1位を占めていました。改めて韓国は詐欺大国であることを世界へ証明したような結果です。しかも韓国の詐欺事件数は毎年急増しているのです。韓国の詐欺犯罪の件数を見てみると、2011年の22万件から2020年には35万件と、10年間で 60% も増えていることがわかります。また経済協力開発機構加盟国の中では、韓国が詐欺犯罪率1位で、14歳以上の国民100人に1人の割合で毎年誰かが詐欺に遭っているという統計もあるほど。このような韓国の状況には、他人を騙し嘘をつくことを大したことだとは思わない文化に原因を求める人も多くいます。さらにそれを裏付けるのは、世界各国の価値観調査です。世界各国の価値観調査で、ほとんどの人は信用できるに同意する韓国人の割合は 27% でした。日本は 39%、 そしてスウェーデンは 62% という結果でした。これらの結果を見ても、韓国には嘘や詐欺が根付いていることがわかりますね。また犯罪をして10億ウォン、日本円にして約1億円もらえるなら1年間刑務所に送られてもいいかという質問に、韓国の高校生の 55% が構わないと答えています。一体韓国人の思考はどうなっているのでしょうか。韓国人のマインドにまつわるエピソードを2つ紹介しましょう。1つ目は、韓国人の女性がワーキングホリデーで日本へ来日した時のエピソードです。この韓国人女性に、日本の生活で注意していることについて聞かれると、想像もしなかった答えが返ってきました。それは、韓国人に騙されないこと。日本人からしてみると、同じ国の人に騙されないように注意するだなんて答えは返ってこないはずです。しかし実際にインターネット上で日本で暮らす韓国人の口コミを見てみると、親切に接してくれた韓国人を信用したら宗教に勧誘された、韓国人の店でアルバイトを始めたら時給が話と違ってかなり低かったなど、韓国人に騙されたという韓国人がたくさんいたのです。2つ目は、先進国になりつつある韓国ではマナーが改善されず、道端に平気でゴミを捨てる人がいることについてのエピソードです。海外から日本へ訪問した観光客の多くは、日本についてゴミがなくてきれいな街と言います。ちなみに韓国人は自国のゴミのポイ捨て問題について
どのように考えていると思いますか？日本人は自分のゴミは自分で持ち帰ればいいと思うのに対し、韓国人は私はポイ捨てしたくないけどゴミ箱がないのだから仕方ないと考えています。つまり基本的に日本と韓国では考え方が全く違うということであれば、日本の真似をしたところでうまくいくはずがないのは当然かもしれません。これらのエピソードを見てもわかるように、他人を騙し嘘をつくことを大したことだとは思わない文化というのは本当のようですね。今回の韓国版ふるさと納税で問題となった返礼品の詐欺まがいな話題も、韓国市民からすれば韓国ではよくある些細なことなのかもしれません。韓国の詐欺大国的なマインドがなくならない限り、どれだけ日本の良いところ、良い制度を真似したところで日本のように成功することは到底無理な話なのではないでしょうか。改めて日本の生真面目さを感じさせられました。詐欺大国韓国は次は日本から何をパクっていく予定なのでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。